はい、皆さんこんばんは、たくまです。今回の動画はですね、ちょっとリバウンドのお話ですね。ドゥループのお話をしたいと思います。ですね、まあ、ドゥループっていうのは、足のね、その限界のこの、移動というかね、そんな感じのなんか感じなんですけども、こうササームってやっぱこうなったりするじゃないですか。上にこう上がってるそのササームとか、ちょっと下気味にっていうササームの位置というかやつを、っていうものを、このインモネジみたいなところでね、調整するんですけど、それを多分ドゥループって言うんですよ。今回はね、それについてちょっと語っていきたいと思います。それでは本編どうぞ。はい、まずね、ドゥループを、なんて言うんですか、こう、上に上げた状態ですね、こう。これでずっと固定する場合ですよね。こう、だんだん上にしていく場合。っていうのは、どういう時にするかっていうと、ハイグリップサーキットとかは、ドゥループをね、こんな感じで、調整しますね。なので、ややね、ササームがこう上がってる状態です。これは何かっていうとですね、まあ、ドゥループがこう上がってる状態ですね、は何かっていうと、もう、その限界のササームのこの動く量、っていうのが、だいぶ制限されるんですよね。だから足の動く量が少なくなるんですよ。多分ですけど、僕の考えで。で、その足の動く量がその限界のそのなんていうんですか、稼働時間がすごいちょっとしかないので、ハイグリップサーキットだとこけないんですよね。ハイサイドしにくくなるし、そんな足がね動かないので安心して走れるっていうのはありますね。なので、だんだんアンダーステアにはなってきます。で、普段はですね、もう本当にですね、ドゥループはだいぶね、下寄りというか、こうなってるのは、ここまでは言わないですけど、本当にね、こっち側にしていってるんですよね。で、次こっち側にしていくですね、下にしていくとどうなるかっていうのは、足回りのね、この、なんていうんですか、この、サスアームのこの動く範囲っていうのが、次はでかくなるじゃないですか。限界がなく、だいぶ、限界まで使えるようになるんですよ、足が。だから足が動く状態ですね、めちゃめちゃ。そうするとですね、次は車が曲がってくれるっていうのもありますし、僕的にはそのアスファルトのローグリップとかだと、だんだんこっち側にしていって、車を曲げてグリップしていくっていうのはよくやっておりますね。でですね、このドゥループなんですけど、測り方が、それぞれいっぱいあってですね、まずですね、ノギスで、ここのね、サスアームのピンの先端ですね。はい。ここに合わせて、測る人ですね。とかもおらっしゃいますし、定規とかでこう、ここのね、アクスルのところをこうつけて測る方もいられますし、これがヒューディのセットアップゲージのシステムのセットなんですけれども、ここにもね、入っている、こちらですよね。これがドゥループ測る、これはね、ツールとなっております。これを使って、測る方とかもね、おられると思うんですけど、僕はですね、このサスアームのピンセンターで測るか、この、ドゥループゲージで測っております。これはですね、絶対にね、やっぱ他の人にセットアップ聞くときは、絶対にどこで測ってるのとか、何で測ってますかとか、聞いておかないと数値の考え方が全然違いますので、そこだけめちゃめちゃ注意して、皆さん、聞くときは、聞いてみてください。あとはドゥループっていうのは、そのフロントの方が数字的の話だとですね、5とかあるじゃないですか、ドゥループ 5.0 とか 4.5 とかありますけれども、フロントの方が、若干多めとなっております。例えの話なんですけど、僕ラジテンだったら、サスアームのピンセンターで、フロントが 9.5 で、リアが 8.5 とか8とか、いろいろ、そんな感じのバランスなんですよね。なので、ドゥループはね、数値的には前が多めで、リアが少なめっていう感じで、普段設定するにはしております。なので、僕が今言った通りですね、一番わかりやすく言うんですけど、ハイグリップサーキットの場合は、皆さん参考にしていただくと嬉しいんですけど、サスアームのピンセンターでフロントが9ぐらい、9から9.5とかそこら辺で合わせてもらって、ギアが8から8.5とか、そんぐらいで合わせてもらって、ローグリップになっていけば、フロントがね、僕は7とかになって、後ろが6とかなんですよね。6とか7とか、そんぐらいの数値幅で僕は設定しております。なので、だいぶね、ローグリップは足を動かすようにして、限界値を高めますね。はい。で、ハイグリップサーキットはですね、すごく、限界値をちょっと制限して、動かすことにして、ハイグリップにおけるハイサイドなどもだいぶなくしております。
はい、ということでね、まあ皆さんね、ちょっと僕の、簡単な言い方にしたんですけれども、まあめちゃくちゃね、わかりやすく言ったら、もうこの足のこの限界位置のこのこう上げた状態ですね、このハの字じゃなくてこう上がっている状態は限界を制限しているって意味なので、全然足が動かないですよね。でこっちにすると足の動く量がこう増えるじゃないですかっていう考え方なんですよね、ドループ。まあ皆さんもね、ぜひそういう考え方でぜひセッティングに詰めてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もご視聴ください。もしね、僕の SNS、Facebook、Twitter、Instagram、リンク概要欄に載せておきますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そしてこの動画が良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。